川越駅。川越駅は、埼玉県川越市は北町及びは北本町にある、東武鉄道、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。東武鉄道の東上本線と、JR 東日本の川越線が乗り入れている。東武鉄道の駅には、TJ21 の駅番号が付与されている。なお、川越線は、早朝の下りの一部電車を除いて、 当駅で系統が分割されており、当駅伊東へ向かう電車は大宮駅から埼京線に直通し、当駅伊勢へ向かう電車は駒川駅から八甲線八王子方面に直通する。ただし、運転見合わせやダイヤ乱れが発生した場合はこの限りではない。東上線が川越に到達した時点では、駅がなく、やや遅れて開業した。開業時は川越西町と称し、 川越の市街地から外れた位置にあった。当時の東上線における川越市の玄関駅は隣の川越町、現在の川越市駅である。川越線の開業に伴う駅名解消と市街地の南下により市を代表する駅となった。駅舎は1989年3月に完成した京城駅舎で改札口は 東武鉄道、JR 東日本それぞれに有しており、両社の乗り換えを行う利用客は一旦改札を出る必要がある。京城駅車管制前までは、JR 東日本、旧国鉄の駅業務も東武鉄道が委託を受けており、両社間の中間改札は設置されていなかった。商業施設として、東武鉄道、東口側には、駅や、いいけや川越、 駅構内商業施設が JR 東日本西口側にはルミネ川越店駅ビルがそれぞれ改札外にある。駅や川越は2007年9月20日に従来のファイン、ファイン川越に変わりリニューアル開業した。東武鉄道 JR 東日本共に改札内にユニバーサルデザインとしての多機能トイレが設置されている東武 オストメイト対応多目的シート付き、JR 東日本、オストメイト対応ベビーシート付き。他、全ホームに、エレベーターとエスカレーターを設置している。また、コインロッカーも設置している。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。2008年5月18日より、改札口にオークインカウンター、カウンター形式の有人通路が設置された。 同年12月頃から2009年3月頃にかけてホームのイメージアップ工事を行うとともに LED 式発表が設置され出口案内板をピクトグラム化したものに変更した2018年3月17日から和光市駅に次いで可動式ホーム作ホームドアの使用を開始した島式ホーム2面3線を有する地上駅番線の表示は 東武東上線からの投資となっている。東駅は川越線における運用上の拠点駅となっており、早朝の一部列車を除き、大宮駅方面、埼京線方面、駒川駅方面、八甲線方面のいずれの両方向からも、川越線を乗り通すには東駅で乗り絵が必要である。上下本線の間に抽選が入る形で、平日朝ラッシュ時以外は主に抽選に、 駒川方面への列車が発着する。抽選は両側にホーム4.5番線を有しており、大宮方面への列車が3.6番線、いずれのホームに入線しても階段の上り、下りなしに乗り換えができるようになっている。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。JR を除く。近年の1日の乗車人員の推移は、下表の通りである。 東駅は川越市の代表駅である。東口は表口にあたり、東駅周辺から本川越駅周辺にかけて、商業施設が集中し、賑わいを見せている。東口直結のペデストリアンデッキは、アトレマルヒロ2階通路を抜けて、クレアモール入り口まで続いている。また、ペデストリアンデッキは東上線、川越線の線路をまたいで、西口側へも伸びている。クレアモールは、 川越新富町商店街振興組合と川越三道土商店街振興組合の統一名称であり、川越駅から北に約 1km の繁華街が続く関東有数規模の商店街である。西口はかつて川越少年刑務所が駅前にあるなど裏口前としていたが、その後刑務所が現在地に移転し企業のオフィスビル、学習塾、 予備校が立地するようになった。現在、広域再開発計画を推進中である、工術。2007年4月1日より、駅周辺は、川越市路上喫煙防止条例による、路上喫煙禁止地区とされた。小江戸と呼ばれる、江戸の面影を残した、旧市街地、いわゆる、蔵造りの街並みは、当駅から北へ 1km 以上離れた場所に、一致している。 西武鉄道新宿線の本川越駅との連絡は、通り抜け通路が整備される以前は、徒歩の場合、クレアモールを一直線、徒歩15分程度でまっすぐ抜けるか、バスなどが通る、アカシア通り、中央通りを回るルートとなっていた。現在は本川越駅には、川越市駅側に通り抜けられる通路が整備された、ことから、クレアモールを経由しなくとも、短時間で乗り換えが可能となっている。 なお、川越駅及び本川越駅間に路線バスが運行しており、東口、西口いずれも便があるが、全車の方が運行本数は多い。運賃は100円で統一されている。川越市中心部の3駅を一体化する統合案が、川越市建築設計協会などから出されているが、実現のめどは立っていない。川越旧市旧市街、川越市役所、大手町方面へは、 バス利用が便利。西口に埼玉県川越市民間が共同で建設する西部地域振興触れ合い拠点に合わせて西口駅前広場も大きく再開発された。以前の駅前噴水広場と地下道は廃されバスタクシーなど公共交通と一般車両の乗降場所を区分した形状となり駅舎2階から70メートルのペデストリアンデッキを 建設し広場を横断する形に変更された。この工事は2014年3月26日に、竣工し供用開始された。路線バスのバス停は、東部バスはすべて東口側に、他社は主に西口側にある。東口の売り場は、ペデストリアンデッキ、階段、エレベーターで駅出口と直結している。池袋駅西口からの深夜急行バス。 ミッドナイトアロー、川越号は、東口に到着する。1995年1月までは、国際工業バスの路線も運行されていた。停留所は西口にある。以下の便はすべて西口7番バス停より発着。蒸気のほか、近鉄バスが、京都、大阪行き、ウィングライナーを2015年12月11日まで運行していた。 川越市近辺の市立高等学校へのスクールバスが複数運行されている。主に西口の西部バス停留所を呼び、周辺道路から発着する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。